ノルディカ級ノルディックアビエーショングループは、エストニアの国営航空会社で、同国のフラッグキャリア、タリンに本社を置き、タリン空港を拠点とする。2015年に、以前のフラッグキャリア、エストニアウェアが倒産したことを受けて設立された。ノルディカは、スターアライアンスのメンバーである、ロット、ポーランド航空のフライトコードを使用している。また、 ノルディカの子海社リージョナルジェットが自社が保有するスカンジナビア航空塗装の ATR-72 の600により主にコペンハーゲンを発着するスカンジナビア航空の便を運航する。以前のフラッグキャリアエストニアンエアの生産後2015年9月25日にエストニア政府の決定によりノルディックアビエーショングループが設立された。 2015年11月8日に運行が開始され、同日にアムステルダム行きの第一便がタリンを出発し、2016年1月20日に同じルートを通るエストニア便の第一便が就航した。2016年3月30日、ブランド名をノルディカに変更した。初年目はノルディカの便の大半をスロベニアのアドリア航空が運航し、その間にノルディカは 運航機材と乗務員を確保した。2016年11月19日からノルディカは、ロット・ポーランド航空と戦略的パートナーシップを締結しており、ロット・ポーランド航空の商業プラットフォームや発見システム、フライトコードを使用している。ノルディカの就航都市は以下の通り。ノルディカのボンバルディア CRJ9002016 年5月現在、 ノルニカが保有する機材は以下の通りである。ウィキメディアコモンズにはノルニカに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。